京冬季オリンピック2022の女子フィギュアスケートで3サイズがすごい美人女性ランキングトップ10。盛り上がりを見せている北京冬季オリンピック2022、皆さんは楽しんでいますでしょうか。今回はオリンピックに出場している女子フィギュアスケート選手の中でスタイルが良いのは誰かアンケートを取らせていただきました。10位から1位まで発表していきますので、ぜひ最後までご覧ください。10位、坂本花織選手。坂本花織さんは兵庫県出身の選手です。2018年と2021年に全日本フィギュアスケート選手権にて優勝経験があり、2018四大陸選手権でも優勝するなど豊富な実績があります。フィギュアスケート界ではツッコミ役として有名で、誰かがボケをしたらすかさずツッコむというのが彼女の魅力です。スタイルもフィギュアスケートをするだけあって引き締められており、滑っている様子は美しく美術館に来たような気持ちにさせてくれます。9位、小松原美里選手。小松原美里さんは岡山県出身の選手です。パートナーの小松原健さんと婚姻関係を結んでおり、2人の息の合った演技はこちらが息をするのも忘れてしまうほどです。1人でも美しい演技を見せてくれますが、小松原健さんとの息の合った演技はさらに彼女の魅力、美しさを引き立て、芸術品としての完成を見せてくれます。もちろんスタイルの良さにも定評があり、演技の時は分からなかったが、インタビューの時意外とスタイルがいいという声もあるほどです。第9位の入選おめでとうございます。8位、河辺真奈選手。河辺真奈さんは愛知県出身の選手です。現在17歳とまだまだこれからな年齢に対し、実績は優勝経験、準優勝経験もあるなど、その実力を感じさせるものばかりです。3回転ジャンプを得意としており、ただ3回転するだけでなく、技術を用意した応用版などもできるのだとか。それらのテクニックは他の選手でも驚いてしまうほどだとか。スタイルの良さも引き締まったボディに程よい脂肪感、見ていて安心できるいいスタイルと言えるでしょう。素晴らしい演技をぜひオリンピックでご覧ください。7位、樋口新葉選手。樋口新葉さんは東京都出身の選手です。全日本ジュニアでは2回優勝、全日本選手権では準優勝複数、世界大会ではまだ優勝を飾った経験はありませんが、身のこなしは天性のものがあると言われるほどであり、その実力をオリンピックでも遺憾なく発揮してくれているようです。もちろんスタイルの良さも折り紙付き、スーツがよく見るとパツパツになるほど肉感のある良いスタイルを持っているということでしょう。演技後の彼女の肉体美を見てみると、ついつい柔らかそうと思ってしまうものです。今回は7位の入選おめでとうございます。6位、エカテリーナ・リャボワ選手。エカテリーナ・リャボワさんはロシア出身の選手です。各大会で優勝経験、準優勝経験あり、現在18歳でありながらもその実力は他の選手でも目を見張るものであるといいます。さすがロシア出身ということもあり、顔立ちは綺麗でとても整っているのが分かります。票のほとんどが顔がいい、顔が綺麗などの意見があり、外国人の顔の良さにはついつい目線がいってしまうものだと思ってしまいますね。スタイルも目立つ部分はないものの、よく磨き込まれたしなやかなスタイルをしており、まるで体だけですでに芸術品だと言わんばかりとなっています。今回は6位のランクイン、おめでとうございます。5位、エカテリーナ・クラコワ選手。第5位にランクインしたのはまたしてもエカテリーナ選手。こちらはエカテリーナ・クラコワ選手、同じくロシア出身ですがポーランド代表の選手ですね。クラコワ選手もまた優勝経験が複数あり、現在19歳でありながらもその実力は他のベテランたちが油断していられないものとなっています。体幹がかなりしっかりしているようで、スピンを何度してもブレずに演技を続けることができ、それでありながらしなやかさも備えているようです。外国人選手は顔の良さもありスタイルの良さもあり、皆さん票が集まる傾向があるようですね。今回は5位のランクイン、おめでとうございます。4位、ロランス・フルエニ・ボードリー選手。ロランス・フルエニ・ボードリーさんはカナダ・デンマーク代表の選手です。ニゴライ・サーアンスン選手とパートナーとなり、カップルでの演技に定評のある選手です。
彫りが深く表情も豊かであることから表現力がとても高く、本人も真剣かつとても楽しそうに演技をしているのがよく伝わってきます。パートナーとの息の合った演技はまるで2人とも気持ちが通じ合っているのではと勘ぐってしまうほどです。実際気持ちが通じ合っている部分もいくつかはあるのかもしれません。スタイルの良さもあり、衣装の上からでも胸のふくよかさがわかるほどです。白熱するオリンピックですが、彼女の胸の中の思いはどのようになっているのでしょうか。気になるところです。3位、マリア・カザコワ選手。マリア・カザコワさんはロシア出身の選手です。イケメンのゲオルギー選手とコンビを組んでおり、2人の演技の様子はまるで本物の恋人のようになっています。お互い笑顔で顔を近づけている様子などは本当に恋人に思えます。彼女の演技もまた体幹がしっかりできていて、どれだけ回転しても軸がぶれず、しっかりと力強い滑りを見せてくれます。やはりその演技を支えるのは発達した足でしょう。華奢で整った体かと思いきや、彼女の足に注目するとよくトレーニングしてあるのが見て取れます。その綺麗なスタイルから多くの票が集まり、今回は3位に。おめでとうございます。2位、三浦璃来選手。2位に入ったのは日本人選手、三浦璃来さんです。兵庫県出身で木原龍一選手とコンビを組んで演技をしてくれています。ジュニア時代は3回出場、3回とも優勝を飾るなど、まるで神童とまで言わせるほどの実力でしたが、世界の広さを感じているところでしょう。現在はなかなか結果を出せずにいて、やきもきしているのがわかります。しかし演技中は至って真剣、それでいて楽しそうに滑っているので、彼女の中ではスケートを楽しみつつ真剣にやるものという考えなのでしょう。そんな真摯な姿勢と笑顔、そしてスタイルから男性のファンの多くから票が集まったようです。2位のランクイン、おめでとうございます。1位、カミラ・ワリエワ選手。栄えある第1位にランクインしたのはロシア出身、カミラ・ワリエワ選手です。15歳でありながらも出場した試合、選手権のすべて1位を飾っている、まさにロシアの秘密兵器といえる女性です。他の選手からはロシアが生んだ最高傑作と言われているのだとか。ただロシア選手たちからは、彼女が参加した選手権ではすべて彼女が優勝を奪っていくので絶望と言われ恐れられているのだとか。ロシア出身ということもあり、まるで人形のように整った顔立ち、スラッとしたスタイルで、今回のランキングでは他の追随を許さない圧倒的な票を得ていました。おめでとうございます。ここまで10人のフィギュアスケート選手を紹介してきました。どの選手もオリンピックを楽しみつつ真剣に演技をしています。今回の動画をきっかけに、まだフィギュアスケートを見たことがない人は見てみてください。今回の動画はここまでです。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。